Karate World Champion Hiroki Akimoto, the WBC Japan Muay Thai Champion. Look out for the fast and powerful kicks, particularly the Mawashigeri roundhouse kicks. Beautiful low sweep there. I think Qiu Jianliang is there. His style doesn't cause me any danger. I don't think any opponent has any threat to me. Those kicks are picture perfect technique. まあ、18連勝で止まると思います。私にとっては世界一の団体だと思ってるので、他の団体でこうどういう評価を受けて、リオがアグレッシブに前に前に出てくる選手っていうのは、自分にとってはすごくやりやすいスタイルだなと思います。他才打了几个中国选手，他输了什么让他付出代价？ 多分了解到他的风格以后，我就知道该怎么去应付他。自分の成長具合、進化具合はすごい早いんで、そう簡単に勝てると思わないで思ってほしいなと思います。打完邱元浩贵，卡比呢就是下一个对手。まあこの試合に勝てばもう次じゃ誰が挑戦するんだっていうふうになると思いますし、もう自分しかいないと思うんで、この試合勝ってしっかりタイトルショットにつなげてもらいたいと思います。我在擂台里就要摧毁我的对手，这是我必须要做的一个事情。